ずっと腹に溜まって溜まってどうしようもなくて、絶対にガツンと言ってやろうと思ってきました。自分にも言い聞かせるように言います。もう我慢限界。霞が関の連中に次ぐ福島第一原子力発電所の事故収束作業に取り組んでいる作業員の人たちは、この私自身を含めあんたらの命を守るために大量被爆労働をやっているわけではありません。筋違いもいいところです。さらなる爆発を止めるために病気のリスクを抱えながら無心で作業を行っている。仕事だから、仕事のプライドがあるからだと思います。でももしこの収束作業員が全員いなくなった時、その時が来たら私もあんたらもおしまい。私は構わない。あんたらを道連れにできるから。そして全てが終わる。4号機がどうのこうのって最悪の事態が起きた場合、最悪の瞬間を迎える場合、真っ先に死ぬのは現場で被爆労働をしている収束作業員だから。人間だからね、その現場にいる。霞が関の連中はじわりじわりと苦しみながら後悔することになるでしょう。ざまあみろ。自分がやりたくない収束作業、自分がやりたくない被爆労働を自分以外の誰かがやってくれる、やってほしいという浅はかな空想、エゴ丸出しの傲慢さにぶち切れ寸前。バカじゃないの。無責任、無神経、わがまま、身勝手、他力本願の能天気、叫んだ。負けない、どんな失望にも負けない。